SCP-2196JP デコレーション線オブジェクトクラスセーフ特別収容プロトコル SCP-2196JP はサイト8156の定期検土物品収容ロッカーに収容されています。 SCP-2196JP の使用が確認された地域には適切なカバーストーリーを適用し、記憶処理、SCP-2196JP の収容及び地域の清掃を行ってください。説明。SCP-2196JP は、現在までに8種類収容されている各種兵器です。外見及び内部構造は非常性のそれとほとんど変わりませんが、表面に、モーラー、と表記されており、内部の部品には赤色や青色などの塗装がされています。SCP-2196JP を通常通り使用した際、本来の効果は発揮されず、代わりにペンキや色紙、万国旗などが放出されます。放出される物質の種類及び量は SCP-2196JP の種類によって異なります。本来射出されるはずの銃弾などは、射出される寸前に物質に置換されることが確認されています。また SCP-2196JP の使用者は、SCP-2196JP を本物の兵器と思い込み、積極的に使用します。その結果として、第三者によって仲介が入る、もしくはお互いの兵器や資材が尽きるまで使用し続け、その地域には SCP-2196JP から放出された物質が多く残ることになります。以下は現在までに確認されている SCP-2196JP と放出される物質の種類の例です。番号1兵器名拳銃放出された物質約 1km の万国旗及び少量の色紙番号5兵器名グレネードランチャー放出された物質約1リットルのペンキが入った風船。何かに接触するまで割れないことが確認されている。番号、7。兵器名、戦車。放出された物質、約100リットルのペンキ。色は放出するたびに変わる。番号、8。兵器名、大砲。放出された物質、直径10センチメートルのクス玉と約100グラムの色紙。クス玉は最高地点付近で自動的に割れる。祝、と書かれた紙と色紙が入っている場合が多い。SCP-2196JP は、2011年に東京都で発生した。組と、組の構想の際に異常性が発覚し、その場で SCP-2196JP1 が大量に発見されました。使用された地域周辺にはカバーストーリー、どんちゃん騒ぎ、オルフ氏、記憶処理、SCP-2196JP の収容並びに地域の清掃を行いました。その後、モルコの会員である、組構成員の、高島、賢也からの情報をもとに調査を行った結果、両組の所有する倉庫から計8種類の SCP-2196JP の収容と、製造及び販売を行ったと思われる。君沢、多物の特定へ繋がりました。情報記録。2011年6月19日、SCP-2196JP の製造、販売を行った君沢多物に、高島賢也からの紹介、と称して接触しました。以下は、君沢氏へ行われたインタビュー記録です。対象、君沢多物。インタビュアー、エージェント、岸峰。命の承認、協会というのは、具体的にはどのような活動を行っているんですか？高島さんからある程度のことは聞いていると思いますが、主に戦争をこの世から根絶することを目的として活動しています。死の承認、という言葉があるでしょう。あの方たちと逆のことをしているという認識でいいですよ。しかし、実際は武器の販売も行っているんですよね。高島さんからも、あなた方に武器の製造を依頼し、購入したと聞きましたが。
ええ、そうですね。やはりそちらの方まで手を伸ばさないと、活動を継続させるのに資金が足りませんからね。しかし安心してください。私たちが作る武器には戦争を起こすようなものはありませんよ。高島さんに依頼された武器もそうです。血ではなく紙吹雪やペンキが飛び散るなんて、とても平和な光景でしょう。そこに争いの血生臭さなんて微塵もないわけです。私たちが目指しているのは、そのように戦争で血が流れないような世界なんです。なるほど、確かに実現できたら素晴らしいですね。そうでしょう。どうです、あなたもモルコのメンバーになって私たちの活動に協力してくれませんか？入会料は無料ですよ。モルコというのはどのような活動をしているんですか？高島さんから聞いてませんか？特に決まりはありませんが、チラシを配ったり講演会を開く方が多いです。あとは、高島さんのように私たちの方に依頼してくださる方もいます。私たちの活動方針に沿っていれば、どのような活動をしていただいても構いませんよ。なるほど、わかりました。重要度が低いため英語省略。インタビュー後、君沢氏には記憶処理を施しました。ほい。2013年にマレーシアで発生した紛争において SCP-2196JP が使用されていることが財団調査により確認されました。国連の多国籍軍を含む財団部隊の介入により紛争は約1ヶ月で終了し、紛争地よりタイの SCP-2196JP 実態が回収されました。財団部隊による紛争介入時点で、SCP-2196JP の、タイがすでに実戦にて使用されており、現地の、地区周囲は強烈な油性ペンキの匂いと土壌全体を埋め尽くす各種の色テープ、万国旗に半ば埋もれた状態でした。結果として現地での紛争において障害によって死亡した現地人は0名でしたが、色テープによる窒息で、油性ペンキに対するアレルギー反応によって現地の4歳の死が死亡しました。現場の状況から爆発を伴う広範囲への攻撃を目的とした SCP-2196JP の1実体が使用されたことがこれらの被害の主要因であると考えられています。現場の地区は土壌へのペンキの汚染および同時に周囲に散逸した児童向けのプラスチックのおもちゃなどにより埋め尽くされており、財団による除染作業が行われています。除染作業は2000年秋終了予定です。